ただいまからこの事故の経験、そして教訓を世界の人々に伝え、さらには未来の人々にも伝え、我が国の歴史的な責任を果たしていきたいという考え方を、G8 の皆さんにお伝えをいたしました。 生活の質は落とさないで、少ないエネルギーでもしっかりと快適な生活を維持できる、そういう新たな文化の創造、また、国民一人一人の取り組みということも重要だと考えております党代表として、どのような処分をお考えか。 北朝鮮に対して対話再開に向けた具体的な行動を求め核開発計画の放棄やさらには拉致問題の解決を迫るこういう強いメッセージをこの G8 の場においても出すことができました。 yamaguchi from nhk to 20% in 2020 and you have announced this as international commitment but uh,